はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあ今回は、はい、皆さんおはこんばんちは、コミチンです。ココニャンさんの中の、コミチンに、参加してもらっていますっていうか鍵出してもらってますで今回戦うのは、古代図書館のギガ伝説級なんだけど、鍵一個も出なかったんでちょっとねコミチンに出してもらって挑戦したいと思います。さあじゃあちょっと軽いチェックを、まず、15ターン以内クリアと一度も死なないけどスキルフィニッシュ、そして装備が、いわゆるバトマスを守る3人のパラディン構成まあ装備は軽く回しておくんで気になる人は、止めながら確認してください。このあと魔王級も行くつもりなんでね、結構しっかりとした装備になってます。はい、さっさっさと。ただね、魔王級行こうというのに指装備とか無凸とかなんだよなよ、ピクニックに行くぐらい、ピクニックに行くみたいな感じで魔王級、ピクニック級だっけ行くのピクニック級イット。はい、そんな感じなんで気になる人は止めながらチェックしてください。さあそしてアイテムが、イチゴスライムアイスでギラ耐性、ジューシーステーキで攻撃力アップ、リッチベーグルでヒットポイントアップ、まろやかカフェラテで眠り耐性ですね。じゃあこれでいきます、準備完了、お願いします。お願いします。ゴーゴー。今更ですけど、シュアさんが声がでかい、声が小さくてゲーム音がでかいって言われてますけど大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫だ大丈夫、動画になるときは綺麗になってる。行こう行こう、出発出発進行。気持ちを大きめに喋るよさあ探索開始。あ、初手防御だね。はい、お願いします。動物飼えなくなるから動物飼った方がいいのかな。そうです、もう使うんだ、すぐに使って。じゃあ初めだけちょっと早送りを止める感じで。はい、で俺はいきなりピオラだから普通のピオリミンで OK と。よし、僕も貧乏になんで普通のピオリミンですよ。いきなりピオラ、いきなりピオラ、いきなりピオラで、ここで投げとけば食えるんで。初手道具は基本。よし、早送り OK。オッケーですか？オッケーかな。多分使えてる。まあギガ電なんでね。本体狙いでいいのかな？はい、本体狙いで。よし、じゃあ俺がコミチンをまず投入しようかな。で次、これをクイで小玉をください。どっちか。左。分かってますね。こだまでほばら。ピオリンが欲しい。さあ、ここで長寿をしましょう。あらあらあら。こだまタブルしない。あらまー。誰か戦況変わってもらえば、俺が。こだまあるってほしい。まあ、ギガ伝説って3000。この魔界の殲滅が結構痛いのかな、防御した方がいい。そうですね。あ、でもギガ伝だからあえて食らってみようかな、死亡フラグちゃんと防御力、物理攻撃なんで防御力上げてないと結構食らう。はい、おかしいんじゃない、糸つく波動うん、いいですね。あれギガ電だ、弱ギガ電でした。本当っすね。はい、こだまギラグレイド。あれ一人食らうぞ。あ、アヤペさん通れ溶けてる、溶けてる。まあギガ電だから、この辺を気をつけないといけないマオキューは。そうですね、一瞬で死んじゃいますから。チュンってチュンってなりますよ。直したから大丈夫かな。じゃあ俺が声優変わろうかな。あかんも。マダンテ来るよ。マダンテ来るよ。
今、アヤペイさんが防御したから、君任しといて。俺はこうしこれ大丈夫かな司さん。あ、もう道具復活してるね。本当だ、広島になるとこ違うの。これ俺が潜入したらいいんじゃない。潜入してちょ、そう、潜入変わってもらわないと何か潜入変わらない。あ、920にそうなるか。ロトさんがガードできない。そう、間に合わなかった。もうこれ、まあ、シュウさんがダメですね。俺が間に合わない、うん、そういうこと。そうっすね。だからここで練習しといてよかったと思わないと、魔王級行く前にね。そうですね。司さんに小玉が今変わったから、怖い怖い。もう一丁今小玉変わったから、司さんが潜入を。潜入じゃない、潜入じゃない。今コミチンが専用じゃないからね。まあ青木はさすがに早送りはしないから。まあ別に勝ったがないと。まあ弱くんだな。一旦ガードしてからって。うん。そのままそれしちゃうとしばらくまたガードできないですよね。まあこれでどれぐらい食らうのか。でヨナズンが生ぐらいだと 1,2,3,4 になってるんですよ。僕の前はどうなってます今。うん、子供これが耐えられないんだよね、うん、今ギガデンだから余裕で耐えられてるけど。そうですね。ギラグレードギラグレードも即死級のダメージ。はい、ベホマラーとかピオリムした人をもう一人のパラディンが守る、そういうことか。ほら一発目の成功は怪しいかもしれないな。いや、パラディンはパラディンを守らないですよ。あ、守らないよ。はい、常にメタルガードで盾が切れないようにして、向こうの盾が切れない状態にしておかなきゃいけないです。自分向こうの状態が継続するように。別にデホマラーしてもちゃんと次の防御して飛ばせなさい。そうですね。あれ、うん、誰だ。同期中、同期中よりまあもう勝ちは勝ちだね。負けることはないから。まだ復活腐るほど残ってるし。そうっすね。ギラギルネギラー、ギラギルネギラー45。まだグランドネビラがある俺には。合わせましょうか。いいきます。どうぞどうぞ。グランドネビラ、いやあ、ガバクと許されるのはギガ伝説級だから。魔王級は許されないぞ。おーれい、その代わり早送りがないから。そうですね。お、金金金袋ですか。金袋、これギガ伝説級は1回でいいから魔王級の鍵1個欲しいよねっていう。1回目の初回クリア報酬でいいから。あ、フォーチュンローブ、神兵の鎧。よし、チェイサーバンド、ね、チェイサーバンド結構いい装備です。あら、一度も死なないでが残念。とずやってて分かったことは3回ぐらいミスがあったね。そのミス全部死ぬわけだね、魔王級だと。死にますね。はい、ということでね、今回はギガ伝説級でした。それじゃあ次はね、魔王級に挑戦しましょう。はい。